皆さん来てよ、ワイルドゴボ参上。お前を倒すため必要な時間はたったの3秒。おお。よよ皆さん、今日は世界一かっこいい自転車紹介したいと思います。駅の近くで買った赤いママチャリだぜ。しかもギア付きだ。その赤い色はフェラリと同じペンクを使ってるんだって。そしてその上にそのチャリは乗っとる時にレッドスピードと叫べば速くなるらしいよ。俺は昨日一日それを叫びながら走り回ってたよ。おお。そしてチャリの前にカゴがあって便利。登録もしたぜ、毎日乗る権利。よよチャリの仲間。はい、ワイルドゴボー、新しいママチャリツコミ GO の紹介ありがとうございます。まあ今日これからの活動も頑張ってね。はい、皆さん、ツコミ GO です。昨日は自転車を買いました。まあね、投稿したんだからみんなもしてると思うんだけど、かっこよくて赤いママチャリを買いました。で、しかもギア付きにしました。ギア付きはなんかサッカーとか簡単に乗れるためっていうより、スピード出るために買いました。今年の夏はワイルドスピード、赤幻ママチャリ班。チャリは1万8000円ぐらいしたんだけど、もっと安くてなんか1万1000、2000円ぐらいのやつあったんだけど、それギア付いてなくて、やっぱりこれからさ、ちょっと遠くにあるスタジオとか自転車で通いたいしと思って、ギア付きにしました。ちょっと高かったけど、まあでも毎日電車とか使わずにチャリを使ってったらいずれプラスになるかなと考えて買いました。で、日本で売ってる自転車だからもう問題なく壊れずにずっと使えると思うんですけど、下のとこにメイドインチャイナって大きく書いてあるからちょっと残念と思ったんですけど、まあ中国人に対して差別じゃなくてね、日本の製品が優れてるだけなんですよ。まあでも日本で売ってるから、まあ中国が作った自転車も認められてますよね。ちょっと違う話になってきたね。自転車いいよ。まあ当たり前なんだけど、もうあんまり体力使わずに早く移動できるよ。もう当たり前のことしか言ってないんですけど、使ってないとずっと歩いたりとか走ったりしてると、いきなりチャリ乗るとめっちゃ楽ってなる。今朝9時からスタジオ行って練習しとったから、朝にチャリ乗って行ったんで、迷わずに池袋にたどり着いたし、なんか電車乗るより全然良かった、全然良かった。で、なんか事故とか気をつけてねとかね、車に轢かれないよとかめっちゃ言われたんだけど、多分まあ俺めちゃくちゃスピード出して危ないことしそうな人間だから、まあ心配されるのがわかるんだけど、一番俺が使ってる大きい道路あるんだけど、一番スピード出してる、一番飛ばしてる人はアシスト自転車のお母さんとおばあさんたち。そっちの方は一番飛ばしてたよ。俺ね、頑張って安全な運転しとったんだけど、まあスピードある程度出したいけど、でも気をつけて超えてますよ。そして今この家は駅から地味に遠いから、どっか出かけるときに電車ですぐに行けるって言っても駅までの時間があるから、何をしてもちょっと時間がかかるから、今日はその駅に行かずに直接池袋まで行ったから、時間も電車と変わらないし、すごくいいよチャリ。しかもなんか電車に乗ってると、なんか目が死んでるサラリーマンに囲まれて、なんかバーンって CM とか報告とかたくさん、これ買えこれ買えこれ買えね、商品に囲まれて、なんかちょっと嫌な気分にもなる。でも自転車で行ったら楽しそうに話しながら学校に向かってる学生たちたくさん見れるし、公園で子供たちも遊んでるし、なんかいろんなもうちょっと賑やかな雰囲気の中で移動できる。それが気持ち的にはそれが良くて、ちょっと元気が出ました。それで自転車乗ってるから早く先に行きたいっていう自転車乗ってる人たちの気持ちと、そしてただゆっくり友達と歩きたい人たち、両方の気持ちわかるけど、なんかたまに友達とゆっくり歩いてる時に急に後ろからなんか自転車乗ったおじさんが来て、おいどけどけみたいな怒られることもたまにあるから、それなんだよみたいな、いいじゃん、なんか友達とゆっくり歩いてるだけなんでみたいなと思ったんだけど、自転車側になると
いやもう怒るまでもないけど、たまにいい感じになんか安定した速度でずっと走ってるだけど、急になんかゆっくり歩いてる人たちが周りを全然気にせずに、あの道路が封鎖されてる、もう通れないじゃん。でもちろんあのその通るわざ とあの自転車が通れないように、あの3人組がなんかゆっくり歩いてるわけじゃないし、チャイム何て言うんだっけ、チャリンチャリンってあの鳴らせば全然すぐにどかしてくれるけど、なんかどけどけ道開けろみたいな風にチャイム鳴らしたくないじゃん、やらしいじゃん、なんかどけって言ってると同じじゃん。今日は結構前にゆっくり走ってる人か、あのゆっくり歩いてる人たちがめっちゃ邪魔だったら、俺なんかただ速度を落として待ってた。鳴らしてどかしてもらいたいんだけど、ちょっとね、まあなんか後ろでちょっとゆっくり走っとったら気づいてくれて、あの道開けてくれるけど、いちいちなんか俺のために道開けろみたいな風にチャイム鳴らしたくないから、それはちょっと困ったけど、まあ大丈夫よ。とりあえずチャリは良かった、楽しいし、これからどんどん使って、その1万8000円の元取れるために電車に頼らずにいつもチャリで移動頑張ろうかなと思ってる。あ、でも一つだけあった、一つだけちょっと困ったことあるよ。自転車お尻痛いよ。俺もともとまあ全然この見ての通りなんかガリガリなんだけど、特にお尻に肉なくて、骨、神経、皮だから痛いよ。もう今朝チャリ乗って5分ぐらいしたら痛かった。もうクッションとかついてるやつに変えてもらおうかな。それからずっと立ちこぎちょっと夏コミ GO はずっと立ちこぎモード。まあでも今日からなんかツコミ GO と共にあの行動も活動していきたいんで、そして皆さん、あの自分の働いてるところは自転車で1時間以内で行ける距離だったら自転車買ってそれで通った方がいいよ。運動にもなるし、あの電車の中であのゾンビに囲まれて変な風に落ち込むこともないし、いやちょっと今のはちょっと失礼やね。もう日本のサラリーマンたちさ、みんな頑張ってるからね。まあでもたまにゾンビには見えるよね。とりあえず自転車で行ける距離なら行った方がいい気分でいられるかもしれないでしょう。それじゃあみんな明日も遊ぼうよ。えい、ー